こんにちは。今日はたすき掛けの因数分解、失敗を極力減らす方法についてお話したいと思います。たすき掛けの因数分解、参考書や問題集だともういきなり正解しか書いてなくて、失敗せずにそんな一発で毎回正解出んのかよと言いたくなりますが、たすき掛けには失敗はつきものですが、だからといって、考えられる可能性全てをトライする必要はない。失敗を減らす方法について話したいと思います。まずたすき掛けっていうのは、X の二次式の因数分解で、特に2乗の係数が1でない時に使います。二次式が、因数分解されるとするならば、一次式同士の掛け算になるはずで、で一次式ってのは一般的に何とか X プラス何とか、何とか X プラス何とかという形をしていて、で展開は誰でもできると。でこの状態から元の姿を探すのが因数分解で、その時に役に立つのがたすき掛けという、手法なんですけども、2乗の係数はこれの掛け算でできていると。で定数もこれの掛け算でできていると。で1次の係数は掛け算したものと掛け算したものがさらに足されちゃってるんで、1次の係数から元の姿を見つけるのは大変。でも2乗の係数と定数は掛け算だけでできているので、ここを掛け算だけでできてるんだったら、元の数を想像しやすいんで、ここをきっかけに因数分解しましょうというのがたすき掛けです。で、2乗の係数が AC だと。じゃあ掛けて AC だから、じゃあAC かなと。で、こっち掛けて BD だと。で、掛けて BD ってこう掛けますと。で、たすき掛けっていうぐらいなんで、たすきに掛けますと。で、AD。で、BC。で、こことここを足してうまくここになってれば、それで成功と。で、この場合だったら、これで、これが答えに、これだけこれっていう元の姿が出るんですけども、毎度毎度こんな一発でうまくいくとは限りません。かけて AC。じゃあ AC。で、別にこれ BD、上が D でも、ちゃんとかけて BD になります。で、これ、たすきにかけると、AB と CD になって、足してここにならないと。じゃあ、これ失敗っていうふうに、たすき掛けには、失敗がつきものです。じゃあ、例えばこれ、こういう、かけて AC、かけて BD の場合のたすき掛け、何通り考えられるかっていうと、別に AC って AC かける1でも、AC になりますと。で、これに対してそれぞれ、BD、DB、上下入れ替えても意味、入れ替えれば意味違ってくるんで入れ替え可能ですと。で、BD だって BD と1でって、で、これも入れ替え可能で、1と BD と。で、かけて AC は最初にやった AC ももちろん可能で、で、それに対してやはりこれだけの可能性があるんで、こんなんでも、2×4 で8通りのたすき掛けが考えられますと。で、しかも、これ全部にマイナスくっつけてもちゃんとプラスになるんで、マイナスまで考えれば、16通りのたすき掛けが考えられると。で、例えばここがマイナスだと、必ずどっちかにマイナスがくっつくと。っていうのまで考えれば、やはり同じく16通りのたすき掛けが考えられるんですが、プラスマイナスは最後にちょこっと微調整すればいいから、プラスマイナス無視してもこれだけのたすき掛けが考えられて、そこから一発で毎度毎度正解が出るわけがないと。で、だからといって、じゃあ最悪8回目でやっとということもにもならない方法がありますと。ということで、具体的にどうすればたすき掛けが数少ない失敗でできるかを説明したいと思います。じゃあ具体的に、例えば 6x2+23x-48 とを因数分解せよという問題を考えたときに、因数分解はたすき掛けに限らず、もうありとあらゆる因数分解で、まず胃の一番で考えるのは共通因数でくくれないかなっていうのは絶対考えますと。これはもちろんくくれないんですけど、例えばこれが3じゃなくて24とかだったら、これはもうまず最初にもう共通因数がある以上は必ずくくりますと。また6でくくるんで、6括弧と必ずくくりますと。
でそこからここを考えるんですが、この場合は今23なんで共通因数はありません。最初に共通因数がないって確認するのが実はこの失敗しないたすき掛けのポイントで、まあまず共通因数がないです。でじゃあたすき掛けしましょうって言った時に、じゃあ例えば6は6、1が6か2、3が6、どっちが正解かはもうほぼ2分の1の確率なんで、じゃあ例えば6と1とやった時に、この瞬間6と1と分けて、でこっちの数48を見た時に、もうここ48って約数がいっぱいありますよね。あ、ちなみにじゃあこれもしもやみくもにやったら全部で何通りのたすき掛けができるかっていうと、6は約数が4つなんで、上下入れ替えは関係ないとしたら2通りの掛け算の分解があります。で48ってのはこれ6818だから2の4乗かけ3なんで、約数は全部で10個あります。約数10個で、こっち側は上下入れ替えも意味が違ってくるんで10通りの組み合わせがあると。そうするとこっちが2通りでこっちが10通りなんで、全部で20通りのたすき掛けが考えられるんですが、この場合じゃあ最悪20回目まで失敗、19回失敗するっていうことは絶対なくて、この場合だったら2回でうまくいきます。20個あるのに2回でどうしてうまくいくのかというと、それはまず6、1が6と分けたならば、もうこの瞬間実は成功するとしたらこれしかないんです。でまあどっちかにマイナスくっつけるかはまあ後で考えるとしても、うまくいくとしたらこれしかないと。でこれもうすげえでかい数と1じゃどうやったって23にはならないと。っていうんでこれ失敗。でも6、1が6はもうそれでおしまいですと。ここでまあなんでと思ってる人いると思いますが、それはちゃんと答えます。なんで6、1と分けた瞬間もうここはこうしかないのかというと、48っていうのは2と3だけでできた数です。で6っていうのも2と3だけでできた数です。そうするとここにもしも2とか3とかがいってうまくいきましたと、じゃあ例えば2と24でうまくいきましたと、まあどっちかにでこれでうまくいったとしたならば、答えは 6x、 まあプラスかマイナスかわかんないで2、こっちは x プラスかマイナスかで24と、まあ、これでちゃんと2乗の係数と定数は合ってる。でこうなった時にここ2でくくれちゃうねと、そうすると2でくくれちゃうってことは、そしたら最初からその式は2でくくれてるはずだと。これに共通因数がないことはもう最初に確認してありますってことは、共通因数が出てきてくくれちゃうってことはおかしい。ってことは実はここには2や3で割れる数、ここには共通の約数を持つ数が来てはいけないと。48で2や3を約数に持たない数っていうのは1しかないと。っていうんでここは1と48に分けるしかない。で明らかにこれは数が全然合わないんでこれは失敗。でじゃあ2、3が6と分けるしかないですねと。で同じ理由でここに2を持つ数が入って、2を約数に持つ数が入ってはいけないと。2を約数に持つ数が入っちゃったら、やはり2でくくれちゃうと。くくれちゃうんだったら最初からくくれてるはずだっていうことで、ここに2を約数に持つ数は入ってはいけない。48で2を約数に持たない数ってのは1と3しかないと。で、ここに1入れちゃうと、今度こっちが48になって、そうすると3と48で今度こっちで共通な3でくくれちゃうと。っていうことは、もうここは3しかないと。でじゃあ16しかないと。でこれでたすきにかけると32と9で、ここがマイナスなんでどっちかにマイナスくっつけて23にするには、あ、じゃあこっちがマイナスになればいいね。でこれで 2x-3 3x+16 っていうふうに、20通りのたすきかけが考えられる因数分解が2回以内にはできるということがこれで分かってもらえたと思います。じゃあ1問練習やって、まあ、おしまいしましょうと。じゃあ例えばこれ 12x2+29x-8、 まあ12どう分けるかは、まあ12、1か62か43のどれかですが、
まあどれがいいかはまあとりあえず分かんないんで、じゃあ12日でやってみましょう。でここでさっきと同じ理由でもう8ってのは2だけでできた数ですと。で12にはもちろん2が含まれてるんで、この8を死2がとか死2に分けることはできないですね。死2に分けたらどうやったってどっちかにここに2が入っちゃうと。でこっちは2を約数に持ってるんで、これを死2に分けることはないんで、もうこれしかないと。おそらくこれは明らかにやはり全然こうなりそうもない。はい、失敗。で、じゃあ、つって6人に分けることは、これもう最初からありえないんですね。なぜかっていうと、6人に分けたら、これ両方とも2が入ってますと。両方とも2が入っていて、8は2を両方に含まないで分けることはできませんと。どうやったってどっちかに2が入っちゃう。これ両方に2が入ってる。っていうことは、これはもう、これとこれを眺めたら6人に分けることはありえない。じゃあもう資産しかないと。でしかも資産に分けてこっちに2は入れないから、もうこれしかないですねと。で四派32、31が3で、でどっちかにマイナスをくっつけてプラス29なら、あ、じゃあこっちがマイナスですねということで、 4x-1 3x プラス8とできましたと。じゃあここでたすき掛けをやるときの失敗を減らすコツとしては、こうたすき掛けやったときにこの数もこの数も要するに互いに沿でなければいけないと。互いに沿ってのは共通な約数を1以外に持たないと。共通な約数を持ってしまったらそれくくれちゃうと。くくれちゃうってことは最初から元の式がくくれるはず。元の式はくくれないことを確認してたすき掛け始めるんで、こことこの数は互いに相であることを頭に入れておけば、たすき掛けの失敗は極端ものすごく減らすことができますという話でした。ではありがとうございました。